僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。ただいま、おかえり、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのおはようございます。2016年11月、29日火曜日、本日もここ沖縄県西海岸にあります、日本一人口の多い村読谷村、32の工房、101の感動体験テーマパーク紫村サテライトスタジオから10時までの1時間、生放送でお届けしていきますよ。ナビゲーターの達也です。よろしくお願いします。この番組はですね、観光で沖縄にいらした方、そして地元を沖縄県民の皆さんに読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの、読谷村の良さをお伝えしていく番組となっておりますよ。ガイドブックに載っている情報はもちろんのこと、ガイドブックに載っていない、旬な情報も、皆さんに一緒にお届けしていきます。この番組からの情報をもとに皆さんが読谷村に足を運んでいただけたら幸いです。観光情報番組読谷ラジオ始まっております。改めまして本日のナビゲーターは達也ですね。よろしくお願いいたします。皆さん、今日は11月29日といえば肉の日ですね。はい、皆さんの大好きな肉の日が、今月もやってまいりましたね。29日ね、昔付き合ってた方との記念日、ちょっと個人的な話になるんですけども、毎月ね29日が来るたびに昔付き合ってた方とね記念日っていうね、ちょっと複雑なねちょっと日でもありますが、まあ、そんなことは置いといて、で今日29日は肉の日ということでね、ここ読谷村にありますねお店などでも、まあ、肉の日セールなどもねありますので、番組の中で皆さんにねまた紹介していけたらなと思いますよということでね、10時までの1時間はい、生放送でお届けしていきますので、皆さんぜひお付き合いください。さてここ沖縄県そして読谷村、なんか久しぶりに晴れというかね、なんだろう、いい天気と言いますかね、本当にちょっと気温はね本当だいぶ下がってきてますがね、皆さん体調管理いかがでしょうかね。本当になんだろう、
日に日にね寒くなっていってね、また乾燥もねひどくなってますけどもね、外をお出かけなる際はですね、一枚ちょっと羽織るものも持たないとね寒い思いしますのでね、はい、ぜひ皆さん体調管理にも気をつけながら、そして沖縄県、読谷村の観光を楽しんでいただきたいなと思います。お届けしていきます観光情報番組読谷ラジオ、よろしくお願いします。さてここで本日のドライビングナンバーをお届けいたします。ディアマンテスで片手に三振をです。夢運ぶこのふるさとから旅立ってゆく、満たせぬ心包んできた時はいつでも流れてる、景色も
お届けした本日のドライビングナンバーはディアマンテスで片手に三振をでした。お届けしてます観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時11分を回っております。ここで本日の沖縄のねお天気を皆さんにお伝えしていきます。お先に天気概況からですね。本日沖縄本島地方の海岸の海域では波が高くなっていますので、海上や海岸付近では、高波に注意してください。続いて中南部のお天気です。本日は晴れのち曇り、波が3メートルのち 2.5 メートル、降水確率は、午前午後ともに、0% です。やったね。日中の最高気温が23度となっておりますよ。ということでね、本当に沖縄日に日にね、もう本当に冬に近づいて、気温の方もね、日中の最高気温でも23度とね下回って、本当に、ね、もう気温もだいぶ低くなってますが、ね、本当に太陽は出てはいますが、本当に寒いですよね、肌寒いですよね。本当に観光に、ね 出かける皆さんは、ね、本当にちょっと厚着をしていただいて観光を楽しんでいただきたいなと思いますよ。ということで本日の沖縄の天気予報でした。さてここでですね、本日のウチナー方言知っとこクイズいっちゃいましょうかね。はい、今日はちょっと簡単かもしれませんが、県外の方はねちょっとわからない方もいると思うので、皆さんにね、出題していきますが、沖縄の、方言でニリーっていう言葉があります。はい、ウチナー方言でニリーとは何ですかというのが本日のウチナー方言知っとこクイズとなっておりますよ。はい、答えが分かる方も分からない方もぜひ調べていただいて、観光情報番組読谷ラジオまでね、答えを添えてメールをいただきたいなと思いますよ。FM786@FM読谷.co.jp、 すべて小文字 FM786@FM読谷.co.jp で、お待ちしております。まだまだ続きます観光情報番組読谷ラジオ、 CM を挟みまして読谷なんでも調査団です。よろしくお願いします。
CM を挟みまして、時計の針は9時16分を、回っております。お届けしてます観光情報番組読谷ラジオ、こちらのコーナーでは読谷なんでも調査団噛みましたねのコーナーなんですけども、その前に、レンタカーご利用の皆様へ沖縄ドライブマップ利用特典で読谷村特産品プレゼントが当たりますよというお知らせを挟みます。レンタカーを借りる際にですね、手渡されるドライブマップに読谷村特産品プレゼント情報が記載されているのを皆さん ご存知ですか、ね、知らない方もまだまだいると思いますので、ね、レンタカーを借りる、観光客の皆さん、レンタカーの、ね、車の中に眠っていませんか、ね、毎月10名様に抽選でなんと5000円分の読谷村特産品が当たりますよ。ね、すごくないですか。5000円分の読谷村特産品が当たるんですよ、ね、応募方法は簡単です。沖縄ドライブマップ22ページに、記載されているメールアドレスから応募するだけとなっておりますよ、ね、送る際に住所、連絡先、観光情報番組読谷ラジオあって、そしてできれば読谷村に観光に訪れて旅のエピソードなどもね、一言添えていただいたらね、嬉しい限りでございますよということで、今月もやってます、ね、残り今月2日間ですけどもね、まだまだメール、皆さんからの、ね、メール、応募メールお待ちしてますので、どしどし、メール送ってくださいよ。今ねレンタカー、乗ってて、この観光情報番組読谷ラジオを聞いてる皆さん、あなたですよ、ね、2、3分かかりませんのでメールをね、どしどし、はい、送ってください。今月もやっております。メールもね本当にたくさん来てますのでね、はい、皆さんもメールよろしくお願いしますよ。ということで、実際にこの特産品、ね、何が当たるのって皆さん気になりますよね。はい、ということで軽く紹介させていただきますが、先月はですね、まあ、沖縄そばの日とも絡めて、沖ハムさんの、ね、沖縄そばとかね、とか、あとは読谷といえばね、やちむんで有名ですよね。そういったなんかあの陶器、お茶碗をですね、はい、含めて5000円分相当皆さんのね、お手元に送りました。今月もまたね商品も変えて皆さんに届けますので、ぜひ応募してください。よろしくお願いいたします。読谷なんでも調査団。読谷なんでも調査団。さて、はい、このコーナーではですね、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らない枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーとなっておりますよ。ということでね、私たちナビゲーターが読谷村を車を走らせ、ガイドブックにも載ってない旬な情報を、ね、素敵な場所を皆さんに、ね、お届けしていきますが、さてね、あの今日皆さんにお届けする情報は、あのお菓子御殿からねまた新商品が出たということで、ちょっと皆さんにね、お声を聞いていただきたいなと思いますよ、ね、読谷といえば紅芋といえばお菓子御殿ということでね、さてこちら、はい、皆さんに聞いていただきましょう。今日はですね、お菓子御殿より新商品が出たということで、スタッフの方に、紹介お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。菓子工房木野天眼です。本日はですね、11月23日に新発売となりましたもずくせんべいをご紹介したいと思います。はい、もずくせんべい、どういった商品になってるんですか。はい、沖縄県産の生もずくと生のアーサを使用したおせんべいに仕上がっておりますよ。こちらはですね、ザクザクとした食感が特徴のおせんべいになっておりまして、ほのかな海の香りを楽しんでいただけるようなおせんべいに仕上がっております。
またこちらの商品はですね、読谷村商工会の地域にあったものづくり支援事業で取り組んだ商品になっております。はい、ということで早速、先ほど試食させていただいたんですけども、サクサクしてちょっとあっさりしてたので、そうですね、本当に子どものおやつとかあのビールにも合いそうな商品になっていると思いますけども、そうですね、はい、お茶やあのビールなどにもあの合ってお召し上がりいただけると思います。うん、本当食べやすかったですね。はい、一口サイズに仕上げてありますのでぜひ お試しくださいませ。はい、こちらの商品は何個入りでどのぐらいのお値段するんですか？こちらは12枚入りで、税込み540円で販売させていただいております。はい、こちら商品はどこの店舗で取り扱ってますか？はい、お菓子御殿の直営店全店舗にて販売しております。もちろん菓子工房機器でもご購入いただけますよ。はい、ということで今日はですね、お菓子御殿より新商品もずくせんべいが出たということで皆さんにご紹介させていただきました。天川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さんにお聞きしていただいた情報は、あのお菓子御殿からね、新商品が出ましたという案内でした。先月10月25日もですね、新商品で芋芋タルト、皆さんもご存知の方は多くいらっしゃると思いますが、こちら芋芋タルトもね、新商品で出たばかりなんですけども、11月23日本当最近ですね、沖縄県産の生もずくと青さアーサ入りお米を使用した新商品もずくせんべいがね、こちら販売を開始したということでね、スタッフの天岸さんよりお声をいただきましたよ。ね、この商品は読谷村商工会地域にあったものづくり支援事業で取り組んだ商品ともなっております。ね、私も試食させていただいたんですけども、本当に何だろう、ね、ザクザクっていう食感でね、本当にあっさりしたお味で、ね、あの子どものおやつね、そしてビールにもね、合うんじゃないかなって思いましたね。もずくせんべい新商品になってますよ。こちらお菓子御殿の、ね、直営店舗全店舗に行って、商品取り扱ってますので、お値段が12枚入りで、500円、あ、失礼しましたね、税込み540円で販売させていただいてますということでね、はい、皆さんチェックしてみていただいて、そして観光にいらしてでね、お菓子御殿よって、こちら新商品、ね、もずくせんべい、はい、ね、購入していただきたいなと思いますよ。本当に食べやすくてね、はい、美味しかったですよ。ということでね、そんなお菓子御殿なんですけども、はい、私ね、毎週、月曜日菓子工房キキの方にね、取材でお邪魔してますが、菓子工房キキさん、なんとね、もうこの時期さまざまなところでイルミネーションも見れますよね。ね、本当に車を走らせて読谷村ね、さまざまなところで光ってますが、なんと菓子工房キキさんもイルミネーションをね、先週ぐらいから、はい、もうライトアップされてるということで、こちらもね、少しお声をいただいたのでお聞きしてください。菓子工房キキさんもクリスマスに向けて店内もクリスマスの、ね、飾り付けで賑わってますけども、先日私夜この菓子工房キキさんの前を通ったんですけども、イルミネーション始まってますよね。そうですね、あの今年はですね、先日あのイルミネーション完成いたしまして、はい、新たにですね LED を使った綺麗なイルミネーション取り揃えてますよ。 LED、そうなんですよ、光のこの輝き方が全然違いますよ。本当にね、この昼通るのと夜通るのとは全然違いましたけども、はい、今回なんか力入れてるんですか、やっぱり。そうですね、今回はまたこの LED のツリーのものとですね、はい、入り口にはですね、首の動くトナカイもいますので。いましたね。はい、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、そして店内入り口に大きい、もう2メートルぐらいある、なんかサンタクロースもいますよね。はい、サンタさんも結構等身大サイズの、ちょっと最初は迫力がありますが。もうサンタさんもね、お出迎えしてくれてるんですかね。はい、そうですね、ご来店お待ちしてます。はい、これはもうクリスマス終わるまではもうこのイルミネーションはされてるんですか？はい、クリスマス期間中はもちろんずっとやってますよ。
はい、ということでね、本当に昼通るのと夜通るのではまた違いますからね、ぜひまた通ると夜通っていただいて、店舗の方にもね、足を運んでいただいて商品購入していただきたいと思いますね。はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、菓子工房キキさん、イルミネーションもね、ライトアップされてますよ。また本当にね、昼通るのと夜通るのでは違いますので、ぜひね、夜通っていただいてね、本当に綺麗ですのでね、見ながら、そして店舗の方にもね、足を運んでいただけたらなと思いますよ。ということで、本日の読谷なんでも調査団は、お菓子御殿より新商品、もずくせんべいが販売されましたということで、皆さんにお届け しました。以上、読谷なんでも調査団でした。さて、ここで CM まで曲を1曲お届けいたします。川口京子さんが歌います、うちなーてんぶすよみたんです。
さて、CM を挟みまして、時計の針は9時31分を回っております。お届けしております観光情報番組、読谷ラジオ、こちらの、30分からのコーナーは読谷村インフォメーションということで、ラジオを聞いて得する、ラジオを聞いて出かける、いろんな情報が盛りだくさんのコーナーとなっておりますよ。ということでね、皆さんにね、さまざまな情報をお届けする前に、ね、メールが来てますので、そちらをね、皆さんにご紹介させていただきますよ。はい、ラジオネームベニさん、はい、ありがとうございます。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。最近頑張ってるみたいですね。はい、時間が許す限り聞いてますよ、ファイト、ということでね、はい、ラジオネームベニさんから、はい、メールをいただきました。ありがとうございます。初めてですね、ラジオネームベニさんね、はい、ありがとうございますよ。そしてラジオネームサブウェイさん、はい、ありがとうございます。おはようございます。はじめまして、達也さん。今日は沖縄晴れてますね。自分の好きな天気です。番組ドライブしながら聞いてます。時間まで頑張ってください、ということでね、ラジオネームサブウェイさんからメールをいただきましたよ。はい、ありがとうございますね。本当に沖縄今日ね、天気も晴れてね、過ごしやすい一日となっておりますね。そんな中、この観光情報番組読谷ラジオを聞いてね、ドライブをしてね、ぜひね、読谷村に足を運んでいただけたらね、嬉しい限りでございますよ、ということで、ラジオネームサブウェイさん、はい、メールありがとうございました。さて、ということで、ここで皆さんにね、イベントのお知らせしますよ。はい、読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバル開催のお知らせです。今年の冬は素敵な読谷村で過ごしませんか？あなたの大切な思い出が読谷で灯る、読谷夜明かり12月3日土曜日から、2017年2月26日日曜日まで夕暮れより、村内商工会会員事業所飲食店や各ホテルにて点灯します。そして琉球ランタンフェスティバルは、体験王国紫村にて開催します。ここね、本当にサテライトスタジオがあります。体験王国紫村で、ね、開催されますよ。読谷の夜を彩る明かりとともに笑顔があふれ出す冬の読谷へお越しください。読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバル開催のお知らせでした、ということでね、はい、皆さんもう間もなく今週の土曜日ですよね。はい、待ちに待っている方もね、いると思いますが、ね、琉球ランタンフェスティバル今週の土曜日いよいよ、はい、開催されますよ。それに伴ってね、作品募集もね、ランタンの作品募集もね、はい、行ってきました。こちらのね、作品応募締め切りがなんと今月いっぱいのね、11月30日までとなっておりますよ。こちら、作れる場所はですね、はい、FM 読谷のスタジオもあります、読谷村地域振興センターの1階にですね、こういったブースを設けて、はい、ね、材料もね、準備してますので、何も持たないでね、本当に来ていただいてね、ランタンをね作れますよ。でもね、もう残り2日間ということでね、ちょっと今から今日から始めたらね、相当なちょっと時間とね、またねちょっとねかかる方もいると思いますけどもね、でもね本当にね、まだ作成中の方でもね、素敵な作品にね一層近づけるようにね、明日まで頑張っていただきたいなと思いますね。ちょっとなんだろうね、このオブジェじゃないこのランタンね、本当に針金とかねちょっと使用しまして、ちょっと力作業にはなるんですけどもね、ちょっと難しいな、ちょっと間に合わないなっていう方はですね、なんと紙でも作れます、灯籠もね準備されてますよ。こちらね、観光協会
さんなどにね お声をねしていただきましたらもらえると思いますので、こちらはですね紙でできてますので、本当にハサミでチョキチョキ切りながら、まあテープ、粘土、なんだろう、糊かなね、簡単に作れるね、またランタンになってますのでね、皆さんこちらもね、作ってみてください。そしてこちら作った作品なんですけども、土曜日から始まる琉球ランタンフェスティバルの会場にて、ね、こちらの作品も展示する、予定となっているみたいなのでね、まだまだ間に合いますよ皆さんね、ぜひ、読谷村の地域振興センター1階に足を運んでいただいてね、作品作ってみませんか。本当に多くの企業、団体、そして家族、ね、ご友人などでね、作ってるのを見かけましたよ。私もねちょこちょここのね1階の方に足を運んでね、皆さんのちょっとね、お声を聞いたんですけども、やっぱりね大きさも含めてやっぱりね難しい部分はありますが、やっぱできた時のね達成感とね、この完成度はね、ね、なんだろう、言葉に表しきれない、なんだろう言葉が見つからなかったということでね、はい、まだまだ間に合いますのでね、ぜひ皆さん、はい、参加されてみてください。そしてこちらね、灯籠、紙で作る灯籠ね、作っていただいたら こちら期間中にですね、入場料がタダになるね、チケットなどももらえたりするらしいですよね。本当にね作りに行くべきだよねということでね、はい、琉球ランタンフェスティバル、ね、作品募集今月いっぱいまだまだ間に合いますよということでね、時間ある方はぜひ、足を運んでいただいてね、あなたのオリジナルのね、ランタンを作ってみてください。ということで、イベント、そしてお知らせはまだまだありますよね、番組の冒頭の方でも、お伝えしましたが、今月は29日肉の日ということで、はい、私のね、過去お付き合いしてた方の、記念日となっておりますが、まあそういうのはどうでもいいですよねということでね、本当に29日というのはね本当に皆さんにとっても肉の日ということでね、はい、素敵な日になってますけども、ここ読谷村はね、またさまざまなお店でセールなどもやっちゃってますよということでご紹介させていただきます。戸口にありますガンジューファーム、本日29日火曜日、このあと11時から夜9時までですね、タコスミート、こちら 300g が500円、紅豚そぼろ、こちら 300g がお値段500円、三枚肉ボイル、こちらはですね200円、グラタンも500円で販売してますよ。そして新企画としてね、手びちの詰め放題は素敵、手びちの詰め放題ですよ、ね、こちら500円となっておりますがね、数に限りがあるということなので、ね、早速このラジオを聞いてね、手びち詰め放題皆さんね参加さ、してみてはいかがでしょうかね。いいな、ガンジューファームね、行くべきだよね。はい、で今日はね、まだまだ肉の日ということでねお知らせありますが、こちらガンジューファームがあります戸口なんですけども、まあなんだろう、ちょっと話は変わるんですけども、このガンジューファームがある建物の横からね、ちょっと丘を何だろう登っていったら西海岸が全体見渡せます。ちょっと海のとこにたどり着けるんですけども、本当にね何だろう、こういう晴れの日もそうですけどもね、本当に那覇ぐらいまで見えちゃったりしてるのかな。本当にね、もう私も初めて足を運んでみた時にね、何だろう、本当にもう素敵な光景というか、ね、ぜひ行っていただきたい。ちょっとね、昨日のこの観光情報番組読谷ラジオナビゲーター赤嶺かなえさんもちょっと行ってたかもしれないんですけども、本当にねこちらの戸口ビーチの横にある、同じ敷地内にある
ね、ちょっと登っていったところおすすめです私の、ね、またくつろげますのでちょっと、原っぱなども広がってまして、ね、こんな晴れた日はねちょっとね海を眺めるのもいいんではないですかということでね、はい、皆さんぜひ足を運んでみてくださいよ。そして肉の日といえばまだまだありますよ、ロイヤルレストランからね、はい、毎月29日は肉フェスということで、はい、今月もやっちゃってます。肉フェス US サーロインステーキ 200g が、ね、通常の2180円のところが税込みなんと1000円下回ってますよ。980円でね、はい、食べれますよ。サラダ、スープ、ライス、またはパン付きということで、ランチタイムが、このあと11時から午後3時まで、こちら入店ラストが、午後2時30分となっております、ね、ランチタイム11時から午後3時までなってますよ。そしてディナータイムが午後6時から、夜の11時まで、ね、フードラストが、10時となっております。ディナータイムが、夜の6時から、11時までとなってますね、はい。肉フェス US サーロインステーキ 200g が980円で ね食べれますよということで、ね、本当肉の日ということでね、はい、様々なところでセール、ね、お安くなってますが、ね、今日はもう肉尽くしでいいんじゃないですか。この後ね、はい、ガンジューファームに、ね、手びちの詰め合わせ集め放題ですね。でまた商品も購入していただいて、また夜は、ね、こちらロイヤルレストランで、ね、ステーキを、ね、食べるのもいいではないですか。今日ぐらいは、ね、肉、ね、食べましょう。私も肉大好きですよ、ね、ということでね、はい、肉の情報をお届けいたしました。はい、ね、この先ほども申し上げたランタンオブジェ、琉球ランタンフェスティバル作品募集も含めて、ね、読谷村は、ね、毎週毎週、まあ、各さまざまなところでイベントが、ね、開催されますが、ね、こちら本当に、ね、私も今回、ね、初めてこちら琉球ランタンフェスティバル、ね、参加しますけども、本当にねなんか楽しみなイベントの一つでもありますね。読谷村の夜をあのランタンの明かりで灯しましょうということで ねこれから観光を考えている皆さん、ぜひね、この今年の冬は読谷村に足を運んでいただいて、はい、ぜひねまた違った読谷村をね楽しんでいただきたいなと思いますよ。ということでこのコーナーはね、イベント情報をお伝えしました。 CM を挟みましてまだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオです。レンソーレンタカーラジオドライブマップご案内します。
メンソーレンタカーラジオドライブマップ。このコーナーは沖縄県レンタカー協会三条会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな、情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップとなっておりますよ。ということでね、メンソーレンタカーラジオドライブマップということで、レンタカーご利用の皆さん、車に眠っていませんか？沖縄ドライブマップ、沖縄本島丸わかりロードマップということでね、無料の、情報誌がありますが、そちらね、様々なね、読谷村の、ね、スポットも含めて沖縄県全体のね、観光スポットなども、記載されてますよ。またクーポンなどもねついてまして、本当にね、嬉しい限りでございますが、そんな2ページにですね、沖縄のドライブではここに注意ということでね、最近観光客のね、ね、ちょっとドライブ事故、はい、増えてるらしいですよ、ね、こちらの、ね、2ページを参考に、沖縄のドライブではここに気をつけてくださいということでね、軽くね、掲載されてますので、こういったのもね、元にね、皆さん安全運転を心がけてください。そしてなんと22ページには私たち FM 読谷スタッフがおすすめします、読谷村のね、観光スポットなどもね、こちら掲載されてますので、はい、今ユーストリームで見てる方もね、こちらですよ、22ページ開いてください、ね、私も映っちゃってますということでね、はい、右上の方にはまた特産品、プレゼント情報も掲載されてますので、こちらもね、はい、ぜひチェックしていただいてメールをくださいということで、メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。お届けしてきました観光情報番組読谷ラジオ、はい、ということでね、もう間もなくなんですけども、ここで皆さんメールが来てますよ、はい、ラジオネームサブウェイさん、はい、ありがとうございます。達也さん、メールを読んでくれてありがとうございます。今日のクイズの答え、ニリーテンション下がるかな、ニリってどういう意味って聞かれて、マサイってことさって教えたことあります。マサイって何って言われたということでね、今日のウチナー方言知っとこクイズ、ね、ニリって何ですかということで、はい、皆さんにね出題していきましたよ。答えは後ほどですよ、サブウェイさん、はい、お楽しみにしてください。そしてラジオネーム、はい、たっちゃんさん、おはようございます。ラジオを聞きながら朝の仕事スタートしています。はい、29日記念日だったんだ、うふふということで、アケポンくらいの年になると記念日なんて、ほとんど覚えてないよ。そんなことより毎日が記念日だからさ、あ、素敵、いいですね、毎日が記念日と思えばね、本当にいいですよね。アケポンも肉は大好きだけど顎が痛くなるから、たくさんは食べれないよね、かっこ笑い。じゃあ今日は午後から、今日は午後からランタン仕上げに行ってきますね。ラジオネームたっちゃんファンクラブ第1号のあけぽんさんよりメールをいただきました。あけぽんさんも一緒か、ね、肉ね、本当に大きさによっては顎痛くなりますよ ね, ねでもね、よく噛んでね食べないとね、顎の筋肉もね衰えていきますのでね、はい、皆さん顎も鍛えながら肉もね美味しくいただきましょう、ね、午後からはまたランタンを仕上げに行くということでね、はい、あけぽんさんぜひ、ね、仕上がり完成度の高い仕上がりをね期待してますよということでね、はい、皆さん今日もねメールありがとうございましたということで、はい、メールの中でもありましたように、今日のウチナー方言知っとこクイズね、皆さんにね、出題しました。ウチナー方言でニリとはということでね、はい、出題しましたよ。皆さん分かったかな、ね、答えはめんどくさいとか疲れるっていうことですね。あんまりね良くないこの表現なんですけども、でもね結構使う方いますよね。ね、私も結構使っちゃってますけどね、なんか本当に何かをねやりたくない時に使いますよね。ね、
めっちゃニリーみたいな、あんまさいとかもね言いますよね。こっちあんまさいもね同じ意味でめんどくさいみたいな感じっていう表現なんですけども、はい、また反対にやよ、ぬにりてるば、さあ皆さん、わかりますかね、やよぬにりてるばね、意味としてはあなたは、あなたはじゃないよ、あなたよなんでやる気ないのね、という返しとしても使われますよね。結構ねちょっとこれ余談になるんですけども、私の県外の友達じゃない、沖縄出身の県外の、あ、沖縄出身で内地に行った友達がね、ちょっとやっぱり沖縄っていうことでねちらほやされたらしいですよ昔ね。方言なんか喋って喋ってってしつこく言われるから、もうあんまさお前にりーみたいな感じで言ったらなんだろう、意味もねそれすら知らないからね、このまた県外のねあのお友達はにりーって何、にりーって何、あんまさいって何ってね逆に聞かれてね、余計あもういやにりーみたいな感じでね、はい、話を聞きましたけどもね、いい意味、いい意味ではないけどね、はい、こういったちょっとあまり よろしくない表現で、うちの方言でにりってありますけどもね。でも一つね覚えていただいて、また沖縄にお越しいただいたときはね、こういったのもね使ってみるとちょっとねより一層楽しくなるのかなと思いますよ、はいね、ぜひ皆さん、はい、うちの方言でにり使ってみてくださいね。ということでお届けしてきました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。ということでね、はい、皆さん今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。今日は肉の日ですよ皆さん、はい、夜にでもねお出かけしていただいて、肉をね、はい、皆さん食べてくださいよ、私も食べたいな、ということでね、はい、ありがとうございました、さようなら。ということで本日もここ沖縄県そして読谷村にメンソーレバイバイ。